メなら引きなさい。引いてダメならもう知らない。はい、どうも皆さん、トライアングルです。はい、今回はですね、少し、ごく簡単な検証したいと思います。はい、ごく簡単な検証ってなんじゃらほいほいと思う方多いと思うんですけど、僕もわかりません。あ、嘘です。ごめんなさい。あのね、ごめんなさい。こっちじゃないわ、こっちじゃないわ。落ち着け、トライアングル落ち着け、大丈夫。お前バカだけど、バカだけど空間把握能力はあるはずだ。そう。どこに何があるかさすがにわかるだろう、チンパンジーでも。はい。あのですね、今回は少し、ドリーム神殿に行きたいんですよ。まあ、どこにでもあるんで、さっきのところにはちょっとまだ僕、ちょっと解放してなかったので行けなかったんですけど、こちらこのドリーム神殿で、まあ、仲間を召喚できると。まあ、ここじゃなくてもいいんですけど、アルティメットでやってもいいんですけど、まあ、ストーリーモードでいいかなと。で、この、中で仲間で一人、グイというキャラクターが、まあ、いますね。まあ、皆さん、まあ、多分ご存知だと思うんですけど、新キャラアップデートで出た子ですね。はい、グイでございます。はい、かわいいですね。グイちゃん、ありがとうございます。はい。で、このグイちゃん、はい、この子ね、まあ、飛ばすとわかるんですけど、はい、これ、ダークマターでございます。この子はね、もともと、星のカービィで、まあ、僕ちょっと知らなかったというか、そのコメント欄でね、グイで、うわ、すごい、これ飛んでるみたいな。なんかダークマターみたいになってるって言ったら、グイってダークマターの一部だよっていうコメントあって、あ、確かにそういえばそうやわ、と思って、ちょっと間違えてしまったんですけど、私は思いました。このグイ、そのね、4体、3体にして、一気に吸い込んだら、カービィダークマターになるんじゃないかと。これ多分一体だとどうせね、どうせ分かってるんですよ、僕。大体の今までの流れ。いきますよ。吸い込ますよ。吸い込んで、やっても、3、2、1、はい、こうなりますね。分かってます。これじゃなくて、グーを3体、一気に吸い込んでみたと思います。3体ね。で、ごっくんしたら、どうなるか。もしかしたらダークマターになるんじゃないかと。今まで一体だったんですよ。だからそれじゃなくて、一気に吸い込んだらね、ちょっと気になりません？土下になるやろうな、みたいな。これ、ですよね。じゃあちょっと別のワールド行ったらいけるか。さあ、まずは君だ、グーちゃん。さあ、グーちゃん。私の元へ出ておいで。いらっしゃいますね、グー様。はい、ありがとうございます。色が可愛いですね。完全スライムですね。雑魚ギャラですね。はい、マダンって撃てるんですかね。どうなんですかね。撃てませんね、絶対。はい、スライムレースさせたいですね。あっはっは。アビーンス！オッケー、合ってた合ってた、びっくりした。連打してたから。アビーンスって言っちゃった。ちなみに、星のカービィって、これ、今、アップデート第1弾なんですよね。実は、アップデート第2弾がね、いつなんだろうな。でもなんか確実に、なんか第2弾は来るって言ってるんで、すっごい楽しみですね。どんな感じになるんだろう、新アップで。またな、多分、キャラ追加とかはあるはずなんで。お、緑グーイでございます。トライアングルグーイと呼んでください。はい。ということで、行きましょうか。これでございます。4体のグーイ。これを一気に吸い込んだら、ダークマターになるんちゃいますかということで、ちょっと、よいしょ。あー、こっちで行こうか。ここでやろう。新鮮な場所でやろうよ。そう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 。何事も新鮮な場所でね。そう、みんなおいでおいで。ほら。よし！行きますよ！果たして、全部吸い込んだらダークマターになるのか。行きます！ほっ！どうだ！あれ？一体だけ？一気に吸い込めない？あれ、ちょっと待って、大丈夫、大丈夫。落ち着け、落ち着け。重ねろ！そう、重ねるんだ。そう、重ねろ。重ねろ、重ねろ。そう、そう、そう。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ、グーイ君、このまま、このまま行ってくれたまえ。いいぞ、ラピュタは目の前だ。じゃあ行きましょう。これで吸い込めるよね、多分。行きます！ほっ！どうだ！あー、一個、一体しか無理なのか。無理？どうだ！あー、くそっと。ブワピッチ！ほんぶるんぶん。ビース！ドロガロフ、あ、戻ってきた。こんにちは。はい、ということで。まあ、ちょっと、グイ3体、無理でしたね。いや、ちょっともしかしたら一気にダークマターになれなくても、なんか3体一気に吸い込めるかな思ったんですけど、これ怖えな。気持ち悪いな。おめえら、想像以上におめえら気持ち悪いぞ、今。完全に清原くんで、やめとこう。はい、ということで、ちょっとね、前の、星の〇〇の続きになるんですけど、まあ、ちょっと忘れてはないかな、多分連続になってると思うんですけど、中間ポイントまで到達したので、こっからやっていきたいと思います。はい。
前回は多分ね、親がアイアンマンがなんたらとかの話をしたと思うんですけど、熱いです。やばいです。これチリがないと困ります。ちょっと待ってください。チリちゃん仲間にします。ありがとうございます。ちょっと待ってください。バニラをいらないです。ありがとうございます。で、私に力を渡してください。ありがとうございます。よしよし、オッケーオッケーオッケー。さあね、そう、君もチリになってもらって、オッケー、これでだいぶ、オッケーでござる。多分ここチリすごいいるってことだよね。多分そうだよね。そういうことだよね。多分チリ、この中にいないです。この中に、多分いろいろ入ってんだよ、絶対。そういう重要なね、そう、その文化財。日本文化センター、あ、違うわ。それ、あれ、通販や。多分こういうところに、多分ほら、あった。この中に、あるでしょ。あった、やっぱりでござる。ありがとうございます。よし、オッケー。ね。よし、ちょっとあれかな、若干訪れしてたかもしれないです。訪れの訪れが出てきました。なんつってね。よし、行こう。さあ、水どもいただいて。ちょっと待って、めっちゃ体力減ってんだけど。え、あれか、私のあれか、ギャグのせいか。ギャグのせいで完全にあれか、凍ったか。よし、行くぞ。大丈夫、大丈夫、問題ない。ギャグのせいではない。そう、それは自信持ってトライブ。そう、お前のギャグは寒くないぞ。そう、大丈夫、大丈夫。絶対そう、みんな視聴者の皆さん分かってる。僕のギャグが全然寒くないってことは。うん、大丈夫、大丈夫。みんな多分、すごいお笑いしてくれたら、そう、コメント欄でね。みんななんかもうトライブさんのギャグが面白すぎて。ちょっと家族になんかもうその迷惑がかかりますと。はい、ちょっと、笑いをこらえるのが大変ですと。なんとかちょっと私の時間を返してくださいっていう、多分コメントも多いかと思うんですが、あれこれ、あ、こうする、オッケーオッケー。この中にあったんだね、これ。知らなかったなぁ。よいしょ。で、こっちに、あーなんかありそう。ここにあるでござるね。これはありますね。ありがとうございます。よし、オッケー。さあ、そして何がある、あー、おー、すごい、3つあったんだ。あ、これ知らなかった。やったぜ。え、これ大きいよ。多分僕、前の星の丸々の時多分気づいてなかった気がする。まあでもまだレベル2なんでね、別に、そんな、なんだろう。そんな上げなくても勝てると思うんですけど、まあ多分余裕で勝てるかなっていうぐらいになる感じかな。今のは大きいね。ありがたいです。ありがとうございます。さて、ボスではないよね。これは中ボスってか小物たちがいっぱい来ますみたいな、そういう感じでしょ。大丈夫でございます。マルクさんのね、このチートですね。はい。チートマルクさんがね、いれば、絶対これ多分ね、アップデート来た時にその、補正かかると思うんですよ。とにかく特に、この技、ボール投げ。これは多分ね、規制っていうか、絶対かかりそうな気がする。これはちょっと反則だもんね。反則って言い方悪いけど、ちょっと強すぎ、おぉあんなとこにあったんかい、危なかった、ゴミ捨てなかったら。危ない危ない。よし、さあ行こうぜ。さあ、レッツゴーでございます。おー、なんかいきなり可愛い感じになったな。危ねえなー。オーケーでござる、痛いでござる、痛くても、とっとつ盲信トライアングルです。ありがとうございます。はい、無視していきます。ちょっとね、トライアングル早く終わらせたい的な感じのすごい、空気が感じられるんだが、多分思われる方いっぱいいると思うんですけど、そうですね。やっぱり尺というものがありましてね、その、YouTube を始めていることに関してはね、あれどこ行った、あ、痛い、危ない、危ない、俺、俺と消して。よいしょ、ありがとうございます。さあ、そして、おー、すごい、痛い危ねえ、ちょっと待って、待って、ありがとう。よしよしよし、いいですよ。ほぼマックス。まあ、これはボスは余裕でござる、大丈夫でござる。ありがとうございます。よいしょ。多分そろそろボスじゃないかな、まだか。よいしょ、オッケー。さて、次だ。あー、まだある感じか、これは。これボスが。あ、カズオ君、ちょっと待って、カズオ君、僕のエロ本どこやった、よいしょ、オッケー。よしよし、オッケーでござる、問題ないでござる。さあ、そして、ありがとう、攻撃これで4、あとは多分でっかいの1個取れば全部マックスになるんじゃない、おやばい、全部マックスできるぞ、これ。初めてじゃないか、初めてってか。おワドルディさん、どうもこんにちはです。さて、さようならでござる。はい。まあ、問題ないでしょ、ここら辺も。もう多分カットされてんのかな。いや、カットしないよね。カービィってね、なかなか、そのカットしにくいっていうね、その、デメリットじゃないんだけど、実況者的には、あ、どないしようかな、みたいな。これカットすべきかな、みたいな。でもカットすると、ちょっとわかんなくなっちゃうし、かといってカットしないってなると、あれなんですよね。動画時間が20分とか超えてしまって、若干、その、なんだろうな。あれ、ちょっと、マンネリじゃないけど、ちょっとだらけてしまうという気持ちがござる。ルーンござるんですよね。だから、できるだけ僕は倍速というものを最近カービィではね、使ってるんですけど、まあ、オデッセイでは使ってないんですけど、最近ちょっとオデッセイは見なくてごめんなさい。ね、ちょっといろいろリアルが忙しすぎてね。で、カービィはやっぱり、その、今リアルでね、その、結構、プライベートでもやってるぐらいなので、やれるんですけど、ちょっとオデッセイはね、なかなかちょっと忙しい時なのであんまり手をつけれないっていう、ね、状況になっておりましてね。よかったらね、チャーさんっていう実況者いるんですけど、その方のオデッセイすごい楽しいんでね、よかったら見てあげてください。よし、行こう。オッケーでございます。これ完全マックスいけるんじゃない、ありがとう、ジャムおじさん。アンパンマン、頑張りたまえ。はい、頑張ります、アンパンマン。アンパンマンじゃねえよ、ジャムおじさん。よし、行こう。余裕だろ、これ。絶対メタライトフルボッコどころじゃないと思う、多分これ。多分新卒だよ。ダークメタライトになった瞬間終わるんじゃない、大丈夫かな、これ。メタライトをいじめた容疑で逮捕するみたいな感じで言われるかな、大丈夫かな、弱いものいじめやめろーみたいな。そんな感じやろうな。多分ひどいですよ、これ。多分ボッコボコですよ。国王の騎士って言われてるけど、多分ね、これ多分泣いてます。帰り多分泣いてますよ。これ、ほら。やばいね、メタライトちゃん、ごめんね。多分、相当君ね、多分悲しみにくれることだろうけど、大丈夫。それがね、それがやっぱりもう今の現代をもう彩っておりますので、はい、ありがとうございました。ごめんね、メタナントちゃん。だから隠しといてあげるから、ほら、大丈夫。君の顔は隠しといてあげたから。あ出た、出ました、このいじめ方式ね。この画面からうまく隠してあげたのに。ほれ、素顔見してみろ、この可愛い顔。えへへへ、みたいな。かわいそうにな。はい、ということで、まあ今回は、まあサクサククリアすることができました。ということで、じゃあ、バイバーイ。